フィッシア星座のタルキュです。かの大戦では、地中海に配属され、ロイヤルとの戦いに参加しました。トゥーロンで、他のみんなと。昔のことを思い詰める必要はありません。大事なのは、今。と、ボークランなら言いそうですね。こんにちは、指揮官。ボークラン級のタルテュです。ごめんなさい。母校が大きいなーって考えてました。指揮官、こんにちは。どうして今まで来なかったのかなーって考えてました。世話焼きのダンケルクさんに、エレガントのアルジェリーさん、リシュリュー様、みんな魅力的な女性です。タルティもみんなを目標に頑張っています。指揮官、タルテュがダンケルクさんのような人を思いやれる大人の女性に成長できると思いますか？大人になるためには、まず精神を鍛えないと。と、ボークランが探偵小説を読むよう勧めてくれました。結構面白いですよ。ボークランは運動が好きですね。運動して疲れて休んでお腹が減って、はあ、ごめんなさい。今ダンケルクさんのお菓子について考えてました。指揮官、さっき聞いてくださったことですが、もう大丈夫ですか？そうですか。ボークランが勧めてくれた本によれば、この場合、証拠を押さえて現行犯逮捕、ですか？この前の任務でいただいたものは、確か、新しい任務ですか？任務完了です。次は、任務報告の書き方、優先順位と終了時間、報酬と、あら？タルテュは、今、そうですね。指揮官への手紙を届けに来たんです。指揮官をどう出迎えればいいかな。委託が完了しました。ごめんなさい、指揮官。言い忘れるところでした。ちょっと強くなりました。気がします。集中。集中。ごめんなさい。MVP が誰かなーって、タルテュですか？今の砲撃はもう少し右にした方が。ごめんなさい。もう、撤退するんですね。この状況では、こう！もっと集中しないと。
ごめんなさい。静かにしていただけますでしょうか。ちょっと考えるのに集中できないです。いた。木の枝に。あ、指揮官、こんにちは。タルテュは。ええ、大丈夫です。ただ、散歩中に他のことを考えていただけでした。よくあることです。気にしないでくださいませ。タルテュ、考え込んでしまいますと、周りのことが全然見えなくなって。このままでは、思いやることのできる女性にはなれませんよね。指揮官はいつも、タルテュのペースに付き合ってくださいますね。ありがとうございます。でも、タルテュが急に何かを考え込んでいたときは、注意してくださっても大丈夫ですよ。指揮官なら、タルテュ、怒ったり、困ったりはしませんよ。最近はタルテュ、指揮官のことになると、どうしても今まで以上に考え込んでしまいまして。あ、ごめんなさい。タルテュ、今、また。こんなタルテュでも、好きでいてくださるのですか？タルテュも、指揮官のことが、好き、ですけど。このままでは、お世話をされてばかりで。いつか、指揮官のお世話をできるよう、頑張ります。ボークラン、無理をしないでね。ダンケルクさんと一緒、頑張ります。アズールレーン。これは、どなたにお渡しすればいいでしょうか。タルテュの好みをどうして？あ、もしかしてタルテュ、考え込んでて独り言を？指揮官、こんにちは。お、後で指揮官に何を作ってあげようかと考えていたところです。指揮官、この間のドーナツは、あ、もう感想を聞きましたか。ごめんなさい。タルテュもしかして、また考え込んでいたのかもしれません。指揮官も読書、いかがでしょうか。タルテュからも何冊かおすすめしますよ。あ、ごめんなさい。指揮官のことを考えていました。指揮官、お帰りなさいませ。タルテュが肩を叩いてあげますね。MVP は、あら？みんな、どうしてタルテュを見ているんですか？タルテュ、指揮官のことを、どんな時でも思ってて大丈夫ですか？じゃあ、タルテュ、永遠に思い続けます。
指揮官は海に入らないのですか？あ、タルテュのことはいいです。実は昔、海で流されたことがあって、その時はボークランにすごく笑われました。ですから、タルテュはこのままでいいですよ。あ、指揮官。こんにちは。アイスを食べませんか？最近読んだ本で、確かビーチといえば、ビーチでの殺人事件、でしたっけ？ユニオンのマッコールさん、ロイヤルのサフォークさん、仲良くなれました。みんな、面白い人です。ボークラン、タルテュは海に絶対に入りませんよ。このままビーチで平穏に一日を過ごすのですから。指揮官は水着に着替えないのですか？はあ、少し、いえ、気になります。指揮官、どうしました？アイスが、あ、そういえば手紙が、ごめんなさい、指揮官とおしゃべりして、つい忘れちゃいまして。流されませんよ。ダンケルクさんのドーナツもいいかなぁ。